ナンバーアイの人間クリスマスツリー。キシユ神タ、ジング平ジユータ、ータ平野のクリエイティブな祝福。ナンバーアイのメンバー、キシユ神タ、ジング平ジユータ、ータ平野が送る、まるで人間クリスマスツリーのような華やかな瞬間がファンを歓喜の渦に巻き込んでいます。キシんがクリスマスプレゼントとしてフォロワーに送ったクリエイティブな一枚の写真に注目です。 記事では、ナンバーアイのメンバーたちが、神宮寺勇太と平野紫仕様を交えて披露したクリスマスツリーのようなポーズについて、X での反響やファンの感想をお伝えします。岸く君の投稿がどれほど注目を浴び、トレンド入りしたか、そしてファンがどんなコメントを寄せているのか、そのすべてを楽しく解説します。クリエイティブな写真に込められた意味や、 岸くんのメッセージの裏に潜む思いに迫りつつ、感動しの交流も紹介。岸くんがファンに届けたクリスマスの喜びと、ナンバーアイの新たな一歩を一緒に振り返りましょう。この記事は、ナンバーアイの魅力溢れるメンバーたちと、ファンとの温かな結びつきを感じさせるはじめコマをお届けします。 クリエイティブなクリスマスプレゼントの舞台裏に迫り、ファンの心をさらに熱くする数踏みとなっています。ナンバー・アイの人間クリスマスツリー。岸シユ神タ、神宮寺優太、平野ユーの仕様のクリエイティブな祝福。クリスマスの陽気な雰囲気が広がる中、ナンバー・アイのメンバーたちがファンに特別なプレゼントを届けました。 岸シユ神タ、ジング平ジユタ、の仕様の3人がまるで人間クリスマスツリーのようなポーズでファンを歓喜の渦に巻き込んだ瞬間について、この記事では詳しく掘り下げていきます。岸くんが25日に X を更新し、クリスマスプレゼントとしてフォロワーに送ったのは1枚の写真でした。 その写真には、騎士君を先頭に、神宮寺雄太、平野仕様の順に並び、両手を下に広げて、ナンバーアイのクリスマスツリーを形成するかのような姿勢が映し出されています。このクリエイティブなポーズには、メンバーたちの中の良さやファンに向けた特別なメッセージが込められているようです。騎士君が投稿した写真は、XA で大きな反響を呼び起こしました。 岸ユータ X、岸くんがトレンド入りし、多くのファンがコメントでその感動を表現しました。ファンからは、このクリスマスツリー欲しい、岸くん素敵な写真ありがとう、わあ、岸くんも写真ありがとう幸せなクリスマスだった。混ざりたい、笑顔といったコメントが殺到しました。この写真が引き起こした歓喜の嵐は、 ナンバー I のメンバーたちのファン同士の交流をさらに深めるきっかけとなりました。岸くんのクリエイティブな発想がファンの心を打つことは間違いありません。記事ではこの写真がどのようにして生まれ何を意味しているのかを丁寧に解説していきます。岸くんが投稿したクリスマスツリーの写真はだけでなく岸くん自身の魅力も引き立てています。その笑顔やポーズには ファンに対する感謝の気持ちやナンバーアイのメンバー同士の結束が感じられます。記事では、岸くんのメッセージの裏に隠された思いに迫り、ファンが感じた喜びを共有していきます。X 上でのトレンド入りだけでなく、コメント欄に寄せられたファンの声も重要です。 キシ君の投稿がファンの心にどのような影響を与え、どんな感想が寄せられたのか、それらを細かく取り上げながら、ファンとメンバーとの結びつきを探ります。ナンバー・アの新たな一歩を踏み出すこの瞬間に焦点を当て、クリエイティブなクリスマスプレゼントの舞台裏に迫ることで、読者にはナンバー・アの魅力をさらに深く知ってもらいたいと考えています。 キシ君、ジングーくん、平野くんのメンバーたちがファンに送る特別な瞬間をこの記事で一緒に楽しんでみませんかナンバーアイのファンとして共有する特別な瞬間。ナンバーアイの騎士ユータ、ジングジユータ、ヒラノが送る人間クリスマスツリーの瞬間はファンにとって特別で思い出深いものとなりました。 キシ君のクリエイティブな発想がファンの心を打ち、X 上でのトレンド入りと共に多くの歓喜の声が寄せられました。この写真が引き起こしたファン同士の交流や、キシ君の笑顔から伝わる感謝の気持ちが、ナンバー・アイの魅力とファンとの結びつきを一層深めるものであることがわかりました。キシ君の投稿が示すように、ナンバー・アイは単なるアーティストグループではなく、 ファンとの温かなつながりを大切にしています。ファン同士が共有するこの特別な瞬間は、ナンバーアイの新たな一歩を踏み出すきっかけとなり、クリエイティブなエネルギーがグループ全体に広がっています。岸くん、神宮寺くん。 平野くんの3人のメンバーがファンに送る喜びに満ちた瞬間を共有することで、ナンバーアイの魅力をより深く感じ、感動士が一層結ばれることでしょう。これからもナンバーアイの活動に期待しながら、感動士の絆を大切にしていきたいものです。